キチャンネル。じゃあこんにちは。さあということでね、はい、3日目になりましたけど、はい、今回のキープレイヤー紹介はですね、はい、巨人と西武です。はい、はい、まあ、巨人はね、うん、王座奪還というところでね、うん、はい、まあ、昨年3位に、なって、まあ、今年ね、やっぱその王座奪還しなきゃいけないというところでね、はい、じゃキーマンはどうですか。うん、そうですね、ピッチャーで、はい、私高橋優一投手かな。おお、何ですか。まあ、多分、まあ、菅野投手去年はその2桁いってないですけど、うんうんうん、まあでも菅野投手は、まあ、そこはもう安定株だからね、はい、やらない15ぐらいはもうやらなきゃいけないからね。いけないっていうのは戸郷投手もまあそれに続くだろうということで、やっぱり3枚なんかこうちゃんとガチってしたら、うん、こうグッといくんじゃないかなと思って、まあ、去年ね、はい、いい感じでいったからそれ引き続きね、うん、さらにこういけばっていうところで、高橋優希投手誰でもいいからね、正解とか不正解ないからね。じゃあ、そうだねって感じですか。あ、そう、うん、あ、そういう意見もあるんだねっていう。ああ、そういう感じ、はい、うん、だ同じではないってだけで、別にこれ不正解とかないから、ね、いや、私はなんかちょ同じを狙いに行きたくなるんですよじゃあ里崎的には、はい、まず野手はですね、はい、マルスね。おー、そうですか。昨年やっぱりね、うん、ちょっと不調で、はい、打率2割6分5厘、うん、ホームラン23本、はい、まあ、これでね、不調って言われるマルがね、うん、かわいそうだけども、はい、まあ、ちょっと波がね、うん、あって苦しんだ部分もあるけども、うん、やっぱ今年はしっかり、はい、丸が今ね1番とか打ってるのよ、うん、オープン戦でね、はい、だからそこでひょっとしたら丸1番でね、うん、1かも分かんないけども、まあ、丸が、うん、丸の活躍をしっかりしだすと、うん、坂本岡本もさらに生きてくるし、はい、でそこに新外国人入ってきてっていうところの、うん、いい感じでね、はい、打線が回るようになるんで、うん、丸だけに打線を回すっていう、はいはい。あれ伝わりませんでした今。いやいや、あの、あ、丸だからこう回すね。そう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 、うん、なんか打線が丸とか言うのかなと思ったら、いやいや、打線を、まま、回る丸で回すっていう、回すね、ちょっとレベル高かったですかね、はい、いやいや、あのこう思ってたのと違ったんでなんかこなんかやるのかなと思ったら、うん、シーさんも、はい、ね、だからやっぱ、はい、丸が大事になってくる、はい、まあもちろんね、そう、ジャイアンツもやっぱ外国人のね、はい、頑張りっていうのはなくちゃいけないんで、うん、まあ、そこはね、まあ、なかったらいけないんですけど、はい、だからそのやっぱ丸がねしっかりとした安定活躍をできればもっと周りも生きてくるし、はい、そこら辺のね頑張りはやっぱり王座奪還に向けてはね、うん、重要なんじゃないのかと、はい、で投手陣においてもね、このアンドリースとか、はい、あとあのショーメーカー、うん、あ、シューメーカーはとかは絶対活躍してくれなきゃ困るんだけども、うん、袴田さんは高橋だったけど、はい、俺はね戸郷。ああ、そうですか。やっぱまだね9勝9勝と2桁勝ってないのよ。そうですね。だからやっぱ戸郷がやっぱ確実に2桁を勝てるようになっていって、うん、日本人的に安定していかないと、うん、いくら外国人選手が頑張ったところでね、うん、はい、やっぱりそこの菅野、戸郷、高橋っていうところが、うん、もう安定的に勝っていかなきゃいけないから、うん、いつまでたっても菅野におんぶに抱っこじゃいけないし、はい、もう早めにもう一本立ちして確実に今年12、うん、おぐらいやっぱ行かないと、はい、もしくは2桁勝って貯金4はマストで行かないと、うん、やっぱ王座奪還に向けてはなかなか苦しいと思うから、はい、そのね戸郷と丸の確実な活躍がやっぱ重要になってくるんじゃないのかなっていうね。お、そうですね、うん、あとはもう外国人はもうね、うん、開幕にも間に合うらしいからね、ちょっと来日遅れてもアメリカの方でね、うん、はい、その外国人だけの合同自主トレね、うん、みたいなキャンプも張ってたって聞くし、はい、でまあ、ネルセデスとかね、うん、そういった選手たちはもう既存の外国人選手は来てるんで、はい、これはバチッとはまって、うん、そこの日本人選手が後押しね、うん、確実なものできれば、はい、王座奪還ね、うん、いけるんじゃないのかと思います、うん、そうですね、はいはい、で続いて、はい、西武、災害からの獅子の逆襲です、はい、どうですか西武は。西武はですね、これピッチャーと野手と考えました、はい、ピッチャーはもうドラ1ルーキーの隅田くん、隅田くんがもう初年度からどれぐらい勝ち星を積み上げられるかで、うん、やっぱりかかってくるんじゃないかなと。まあね、うん、まあ、去年でいうと即戦力の部分では一番人気だったからね、はい、うん、じゃあ打線は、まあ、打線の方 は、はい、もう山川選手の復活にかかってるかなと。お、はい、一緒です。本当ですか、はい、山川です。お、当たったじゃないけど当たった佐藤さんの予想当たった当たりとか外れとかじゃないですね、はい、
でもまあここはね本当にあの袴田さん言うように、うん、山川がね、うん、昨年ホームランあの24かな、はい、24本打ってるんですけど打率2割3分2厘と、うん、でもやっぱり山川が4番にドカッといってホームラン40本絶対打って、うんうん、堀とかね、はい、殿崎とかが固めていくことによって、うん、やっぱこのね獅子の打線が活性化していくんで、はい、うん、この山川の安定的活躍っていうのは、うん、まあ、今年も、ね、練習試合でホームラン打ったりとか、うん、まあ、いい感じの調整、ね、できてるんじゃないのかと思いますけども、はい、まあ、山川だね。そうですね、ここがもう打順が下がっていくようなことがあったらきついね、うん、そうですね、やっぱ格となってほしいですよね。そう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 、うん、で他にねあの外国人でオグレディとか、はい、ジャンセンとかね、うん、取ってますけども、まあ、そこら辺はねしっかりとした脇を固めながらやっぱり主は山川だね、うん、あとなんか頑張っていかなきゃいけない外野で、はい、袴田さん鈴木翔平あげなかったですよね前の動画でね、うん、あ、え、前の動画何でしたっけ、なんか鈴木翔平あげなかったですよね。あれか、アンダー24の、そう、私ね、若林選手選んだじゃないですか、私、はい、勝手に鈴木翔平選手、はい、もう全然24超えてると思っちゃってた、はい、はい、だからこう、選ばないんだと思って、はい、でもその時言ってくださいよ、そうしたら調べたら、ああ、98年だってなったのに、いや、コメント欄で見て、気づいたんですよ、はい、はい、あ、本ですか、あ、そういう選んでねえなと思って、いや、私もう、いいんすか、それで。いや、何年も結構私言ってたんで、はい、もう完全にあんな24超えてると思っちゃってました。僕なんて伊藤博美って言って、はい、一浪してたらしくてそ, いや、ね、そこまでちょっとチェックしてなくて、うん、太田大成選手に変えたんですけど、はい、変えます鈴木翔平に、え、変えていいんですか、え、変えていいんですか、私はもう変えられるならちょっと、じゃあ若林やめます、いや期待はしてるんです、すごい期待は若林選手もしてるんです、すごい、うん、いや私本当に鈴木翔平選手選びたかったですけど、じゃあ変えます、いや、それはもうあの時のあれにかけますよ、じゃあもうそのままで、いや、だからこの鈴木翔平選手にめちゃくちゃ活躍してほしい気持ちはもう変わらず、忘れてたわけじゃないですよね、違います、忘れないですよあんだけ鈴木って言ってきたんですからなんか調べればよかったです、ちゃんと何年か、じゃあもう若林で、まあまあ今回選んだんで、うん、なのでもうあの時選んだのを信じます、うん、でも若林が復活して、うん、盗塁、まあ、30ぐらいいけて1番ハマったらやばいね、うん、大きいと思いますよ、まあ、若林がね、まあ、キーマンっていう、うん、まあ、まだねどこまで足の状態もあるし、はい、どこまで復活するか分かんないんであれだけども、はい、ここでパシー入ってきたら、うん、オプションで、はい、やばいね、そうなんだ、まあ、西武まだ誰がスタメンになるかが分かんないですからね、うん、でもだからこそね確実スタメンの4番入るだろう山川のね、はい、活躍っていうのはマストだね、うん、はい、でね投手陣、うん、投手陣はね、はい、里崎的にはね、うん、マスダスね、おー後ろの、うん、昨年、うん、で今年ちょっと平がね、はい、ちょっと出遅れてるっていうところと、うんうん、ちょっと外国人も出遅れてるんで、はい、増田が一番最初ね後ろにで行くって辻監督が言ってたんですけど、はい、ここがねうまくやっぱはまらないと、うん、昨年も平がね良、はい、かったからちょっとね盲点になるがちですけど、リリーフの防御率めちゃくちゃ悪いからね、そうでしたっけ、そうライオンズは、はい、リリーフだけで言うと防御率がめちゃくちゃ悪かったのよ、うん、はい、だからそこでもやっぱり最後のね増田がきちっとはまって平がいて、うん、で、まあ、竹熊とかね、うん、そこら辺のリリーフはね、はい、脇固めながら田村とか、うん、固めながらうまくいけるためには、やっぱ増田がね、うん、復活しないと。ああ、そうか、そうですね、うんうん。ちなみに、増田は今年34歳。はい、で、昨年が防御率 4.99 だからね、うん、その前 2.02、でもね、2018年も悪くて 5.17 だった翌年は 1.81 で良くなってるんだよ。本当だ。ここら辺がねしっかりバチハマってきたらね、うん、後ろが安定的になってきたら、はい、隅田の勝ち星も増えるだろうしね、はい、そういった面ではこのやっぱ日本人の復活組、うん、が本当に復活してバシって揃ったら、うん、破壊力あるね、強い西武になっていくかもしれないですね、うん、そうだね、はい、だから何気に西武は俺は本当にね、うん、期待してるんだよ、選手はいるからね、はい、そこがね、うん、ハマるかどうかだけだからね、うん、そこをバシッとハマるところをまあ見てみたいっていうところと、うん、はい、まあ、巨人はね、はい、リベンジなるかっていうね、3位からの王座奪還に向けて、ね、うん、皆さんのキープレイは誰ですか、はい、教えてください。